Well, she's my baby.
Claro que va.
Thank you.
try to show. Just don't play like I used to do. すぐ始めちゃったもんな。あれが8時40分ぐらいな。練習だと思う。
なんとなく9時20分ぐらい終わってで休んで9時半頃からまたやったのかな。で10時頃終わってな、お前があの半まで来なかったらあもう一回だったね。Eyes on the lips for Emily Sue. Whoa, my head good by the booth. Yes, Mama Lou's on. I got a mother quiz sandwich. Chocolate covered cookie. Dr. Samber Gravy. Quizzing for my life. For I'm a Zuno. What my I got a body of queen side.
Thank you.
trouble. I guess this is your mind. Yeah, you say it your other way. I guess it's change your old mind. What you look up, say, oh, baby, give yourself just a little more time. So gone, I hate to see you go. Yeah, so gone now, baby. I hate to see you go. Yes, sir.
大丈夫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 大丈
大丈夫。困ったな。そうだ、きよしくん。Oh,
ビスケットタイムがね、あの昨日オファーがありまして、うん、ビスケットタイム、あの10月10月に、うん、ちょっと予定2ヶ月ずらして、10月のあのブルースフェスティバルの前日、あの17日だね。17があのビスケットタイム決まりましたんで、うん。で本当はあの一昨日ぐらいに返事くれって言われてたんだけど、松井さんの調整がなかなかつかなくて、今日さっきじゃあ行くよって結局あの虎を頼まないで松井さんが参加してくれることになりました。やっぱりねこの人がいないとね、やっぱり成り立ちません、ファンタイムがね。そういう、お世辞を散々言ってるのになかなか。オンドラムス松井康之。今日はねちょっと、あそこのモバイルであのずっと小説を読んでおりまして、あっちのことが気になって気になってしょうがないという。ギターやめて。どっちかしらやっぱり、Facebook に、Facebook って何ですかって、そもそもそこからなんですけど、息子がね、Facebook でこうやって作ってたんだよね。それで、それを見よう見まねで自分も作ってたらできたもんで、そのままこうアップしたら、友達かもしれないとかにもバーって来るじゃないね。道原くんとか、まきちゃんとかバーっと来て、そのうちに、なんだっけ、友達申請承認がどうしたこうした、ドワーってなって、
友達かもしれませんっていうのがさ、中に俺とかさ、こいつとかいるわけよ。それをさ、俺のところに聞きに来て、どうしたらいいこれって、友達じゃねえのかよっていう。じゃあ、モバイル上で僕はそんなに友達いると思ってなかったんで、いや、それってどうなんですかね、私ってそんなにね、そんなにね、人気者不安になってしまってですね、そんなはずはないだろうという。困ったな。そうだ、きよし君、それビスケットタイムをやるからね。あ、タイミングを分かって、はい、間違えんだよ。あ、ビスケットタイム何入ってやって何やるんだろうね。以上。じゃギターソロを弾いてもらわなきゃ困ったな。そうだ、千葉くん。そう、やり返さなくていいから。これはお前のギャグなんだから。でベースソロもね、ひろかさんとかね。あ、そう、フェイスブックはだから、どういうふうに、何をどういうふうにしたらいいか、また詳しい方教えてください、ね。とりあえず承認をポン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 押していいのかどうか。押さない方がいい。押さない方がいい。あ、ほんうち、お母さんも入れたよ。じゃあ、ここにいる人たちはみんな承認してもいいってことだよね。ってことだ、例えば、まきちゃんなんかは承認とか。一応聞くもんな。本人嫁の前に来て、君を押してもいいの？ありがとうございました。ちょっとよくわからなかった。余計に闇に包まれて、はい。石原君の手が疲れちゃう。そんなギタリスト、平野清志くん。こうしてみるとさ、俺そこそこ大したもんだよな。ギターやりながら喋ったりなんかするもんな。あの平野ですらだよ。平野ですらやください。あの先生ですらあのギター置いたもんな。何言ってるんだろうか。こいつなんかもう今年中に、お前今年中にやれるようになるよ。なんで言われるこれ。やめるんじゃねえ。そんなこんなでお送りしてまいりました、ビッグダディのファンタイム、ロッキーブルースのファンタイム。また、来月の第2の金曜日に登場しますんで、一つよろしくお願いします。あ、ヤジはね、あ、とうとう第2の金曜日取られてしまいました。第2の金曜日、来月はヤジ、京都からプロが来て、その、 オープニングをしっかな、私出張です、ね、そうそう、あの人いないっていうもんで、すいません、あの人そう三上の青年の家だっけ、うん、そちらからテレビ中継でお送りするよって。やじみたいな。せっかく俺今盛り上げたのによ、話が元へ戻っちまって。そんなこんなでお送りしてまいりました、今宵のファンタ。